全日本ツーリングカー選手権の開幕戦がいよいよここ西日本サーキットでまもなくスタートいたします。年間6レースのうちそのオープニングラウンドとなりますこの西日本ラウンドですけれども、これから1周 2.815 キロ、107周、300キロの耐久レースがスタートするわけです。解説は元レーシングドライバーの藤田直弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずあの見どころなんですけれども、すで、はい、に、昨日の予選で、はい、星野一義選手のカルソニックスカイライン、星野選手と鈴木選手の1分12秒台、素晴らしいタイムですね。そうですね、やはり、4区と言いましてもね、これが FR から4区に切り替わるようなシステムになっててね、電子制御でコントロールしてるんですよね。だからその分がかなり威力を発揮してるみたいですね。そうですか、はい、はい、ちょっとあの見どころお願いします。そうですね、やはりこの2台が多分逃げていくだろうと思うんですけど、やはりそれを後のシェラのグループがね、どれだけ追いかけるか、それがあの楽しみなところですね。はい、はい、かつてツーリングカーレースの王者として君臨したスカイライン GTR が復活しました。その新しい GTR についてニスモの日置さんにお話を伺いたいと思います。日置さん、よろしくお願いします。この新しいスカイライン GTR、 どういったところが大きな特徴なんですか？最大の特徴は四輪駆動であるということが大きな特徴だと思います。で、新しい車は排気量が 2.6 リッターで550馬力以上という持て余す力をですね、いかに路面に伝えるかということが今回の開発の最大のポイントで、それを四輪駆動でですね、前と後ろにのタイヤに十分駆動を与えて速く走ろうというのが今回の最大のポイントであります。では今までのスカイラインに比べてどういったところがどういうふうに良くなってくるという？やはりあの同じアテーサ ETS という四輪駆動システムなんですが、コンピューター制御ですね。コンピューター制御ですね。ですからそのコンピューターの秘密の箱が、これが最大の秘密でして、例えばコーナーリング中に、まあ、前と後ろのタイヤの、まあ、スリップを起こして、回転の差が出ます。その時にコンピューターが計算をして、ある程度前の方に駆動をかけてやるということで、バランスを取りながらコーナーを早くクリアしていくと、そこでアクセルをポンと踏みますと、あの速いスピードで立ち上がれるということで、他車を凌駕ができるということがポイントです。ということはコーナリングもいい、立ち上がりもいい、そしてもちろん直線も速い、もう申し分ないという感じで、まあ、なんて言いますかね、騎乗検討と言いますかね、それは申し分ないわけですけども、あくまでも車というのはやはりバランスですから、まあ、弱いところなしと言ってもやはりレースですからね、これはこれから少しずつ詰めていって、まず今回第一戦の小手調べをしてですね、それから少しずつ技術的に集めて完成度の高いものにしていきたいとは思っております。もうとにかくファンの期待とそして注目を一心に集めてのスカイラインのデビューということですね。おかげさまでだいぶ観客の方も来られるようなんで、逆に私どもとしては初陣でありますから、しかもレースですから何が起きるか分かりませんから、非常に乗りたいところではあります。とにかく注目度ナンバーワンの GTR、 いよいよデビューです。それでは全日本ツーリングカー選手権の第一戦、まもなくスタートいたします。前日の予選でポールポジションはこの車、カーナンバー12番カルソニックスカイライン、星野一義選手と鈴木敏夫選手がドライブいたします。ファーストドライバー星野選手、1分12秒093コースレコード、素晴らしいタイムをマークしました。予選2番手はカーナンバー1番のリーボックスカイライン、そして3番手がカーナンバー2番のフォードシェラとなりました。以下ご覧のような予選結果になっております。今回はクラス1、クラス2、クラス3と3つのディビジョンの混走となるわけなんですけれども、はい、まあ、それにしましても綺麗にそのディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3とか予選結果分かりましたですね。そうですね、ディビジョン2の方ですけどね、これがディビジョン1の方に移行しましたんでね、台数が少ないということで、はい、だから1クラスになるとかなり激戦になってきますね、はい、そうですね、はい、さあ間もなくフォーメーションラップ1周のローリングがスタートいたします。1周のローリングの後、隊列が整えばそのままスタートということになります。はい、それでは予選上位3車のドライバー、星野選手、鈴木選手、そして土屋選手のインタビューをついてご覧いただくことにいたしましょう。今回は四輪駆動ということで、まあ、このツーリングカーでは初めてなんですが、はい、乗った加減はいかがですか？
もう FR でもない FF でもない、やっぱ四駆ってその四駆の特性のいいとこがね、例えばフルパワー低速でかけてもエンジン回転とそのまま加速するようなね、タイムロスがないから、そういう意味では大成功でしょうね。ただいろんな特性があるからね、それをいいとこをアクセルワークで使うわけですよね。ただステアリングだけで左コーナー左に切ったら曲がるかったらそうでもないから、そういう車の特性をいかに短い時間に掴んで乗りこなすかが問題ですよね。長谷さん自身の調子としてはいかがですか？僕はもう全然変わらないです、いつも万全で、はい、そうですか。で、展開としてはですね、どういうふうなこと予想されてますか？まあ、とにかく6戦しかないですからね、1戦落とすとこれ大変なことになりますからね、まあ、その辺ちょっと考えて走ります。それと、あんまりロングラン、この本番用のリボックスカーレーまだやってないもんですからね、だからちょっと不安要素がいっぱいありますからね、まあ、その辺考えて、まあ、第1戦はとりあえず、日産とニスモのために、まあ、2台完走させないといけないもんですからね。スカイラインのファンがいっぱい来てますからね。予選第1、予選第2のスカイラインより前に行くとすれば、じゃあどういうふうな、先ほど星野さんとも話したんですけどもね、今日はとことん行くと、ガンガン行くと壊れるんじゃないかなって思ってるんですけどもね、みんなそう思ってると思うんですけどもね、シェーラー勢は。でも そういうパターンでないとなかなか前には、まあでもまともにレースをやったらレースになりませんからね。朝のウォーミングアップでも分かるように、木金土もそうだったけども、やっぱり1周 2,3 秒離されますから大人と子供のレースみたいなもんで、全日本選手権とフレッシュマンレースをやってるようなもんですからね。ああ、そんなに違うんですか？違う、もう異常な速さですね。今日なんか一緒に走ってみたけど、鈴木敏夫選手が乗ってたんですけどもね、一緒に走ろうかなとか思ったんだけど、みるみる離れていくという。ああ、土屋さんとしてはあの車欲しい車ですね。欲しいですよね、もう絶対誰でも欲しいですよ、みんな。上位3チーム、星野選手、長谷選手、土屋選手のインタビューでした。さあ、1周のローリングが終わりました。グループエーカー300キロの耐久レースがスタートいたします。1周 2.815 キロのコースを107周いたします。さあ、スタートの習慣ご覧になっていかがですか？そうですね、やはりちょっと星野が早く仕掛けたって感じしますね。そうですか、ちょっと隊列乱れたけど、まあここでは仕方ないっていう感じですね。そうですか、はい。さあ、その星野選手、まずポールポジションがトップに躍り出ております。予選2番手の長谷選手のリーボックスハイラインがその後の続きます。かなり星野選手最初が飛ばしてますね。そうですね、ちょっと強引すぎますけどね、今はねガソリンもかなり多く入ってるしね、やはり前半あまりタイヤを痛めない方がいいと思うんですけどね。そうですか、はい。まあ、予選タイム見てみますと、この先頭の12番のカルソニックスカイライン、そして1番のリーボックスカイライン、この2台が1分12秒台という、そうですね、コースレコードですからね、そして3番手のシェラが1分13秒台ということで、予選2番手3番手は1秒ぐらいの差がついたわけなんですけど、そうですね、やはりここで結構コーナーが多いということでね、やはりコーナー中の四駆がうまく使えてるっていう感じしますね。そうですか。さあ、1周目オープニングラップをクリアいたします。先頭はカーナンバー12番のカルソニックスカイライン、ドライバー星野です。前半ちょっとアンダーが出てるみたいですね。というのは、まあ、タイヤがまだぬくもってないと。そうですね、ぬくもってないのと、やはりこう全体の重量が重いんで、どうしても外へ外へと車が膨らんでるみたいですね。そうですか、はい。まあ、それにしましても1周目からかなり速いペースですね。先頭の星野とすでにこの2番手の蓮見選手のリーボックスカイラインの差がかなり開きまして、また2番手3番手かなり開いてますね。そうですね、もうこれだと1位が5秒ぐらい開いてるんですか。そうですか、今車両重量の話出ましたけれどもね、まあ、今現在はガソリンかなり多く積んで走っていると思いますけれども、そもそものこの車両重量、このスカイライン GTR 四駆になったということで、どうなん重くなってるんでしょうか。そうですね、重量はですね、やはりその排気量によって重量がこう決まってますので、それギリギリいっぱいに落としてあると思いますけど。そうですか、まあ、そのベースになる車の重量が重い部分をその削るとそれはかなりの負担になると思うんですが。そうですね、これはもう最初からねレースに勝つための車としてね、開発された車ですから、その部分はもうちゃんと仕上げてあると思いますね。そうですか、さあ、2周目をクリアして、ご覧になってお分かりのようにこのトップの星野と、カルソニックスカイラインと、そして、2番手の1番リーボックスカイライン、
ますます差が広がったという感じですね。そうですね、今を見たら分かるようにね、星野君がね、とにかくアウトとアクセルをね、ものすごく早く踏もうとしてですね、どうしてもアウトをね、いっぱいまで行って、とにかくこう車がダートに落っこってるような状態ですからね。そうですね、これをあまり長く続けてると、ちょっと車の方にもダメージが、出てきやすいと思いますよね。そうですか、まあ、まだまだ序盤戦なんですけれどもね、これが中盤以降になりますと、今度ピットイン、ドライバー交代、タイヤ交換、そして給油というふうな作業になるかと思うんですけれども、まあ、その辺りのタイミングというのが非常に微妙になってきますね。ちょっとね、星野君が、まあ、土屋君に言ってたようなね、ガンガン行くっていう、本当にガンガン行ってますからね。そうですね、ちょっとこう持つのかな、300キロという感じしますね。そしてこれが2番手の現在長谷選手がドライブしておりますリーボックスカイライン、ディフェンディングチャンピオンカーナンバー1番つけております。長谷選手の事前のインタビューでちょっと不安がないこともないというような話だったんですけれども ね、 そうですね、やはり駆動系がちょっと心配だということでね、やはりその辺をいたわって初戦にも走ってると思うんですね。そうですか、まあ、4輪駆動ということで、まあ、FR あるいは FF の車と比べるとプラスアルファの部分があるかなってことなんでしょうか。そうですね、やはりそういう機構がこのスカイラインが初めてだっていうことだと思いますね、だからこれがどこまで完成しているか、そういうところですね。さあかなりまた1番手の12番カナソニックスカイラインと1番のリボックスカイラインの差がちょっとまた開きました。そしてさらにこの2番手3番手の差も開いているようで、ご覧のようにこの3番手の車姿が、この直線上で全く見えません。これがね、星野は BS、霞はダンロップを変えてますね、その辺のタイヤの差も少し出てると思いますね。そうですか、まあ、そのあたりの差というのはどうなんでしょうね。これからやはり中盤が終盤にかけてでしょうか、出てくるとすれば。そうですね、まあ長谷としてはどうしても星野にね、ある程度ついていきたいと、で、あとはピットでのね、ピット作業での勝負だと、そういうふうに読んでると思いますけどね。そうですね、まあ、それにしてもかなりの速さを見せつけておりますのと、2台のスカイライン GTR、かつてのサーキットの王者が再びこのサーキットによみがえってきたという、その最初のレースがこの西日本ラウンドのグループ A ということで、非常に見に来たお客さんの方も期待が膨らんでいることと思います。お客さんもどんな走りするのかなっていうのはね、楽しみで来てると思いますからね。そうですね、先頭はカーナンバー12番のカルソニックスカイラインです。それではこのカルソニックスカイラインエクスレーシングの金子監督について、話を伺っていましたので、ご覧ください。初めてのレースなんでね、つまんないトラブルが出なければということです。あ、そのあたりの心配というのはまず今のところないんじゃないですか。どっちかというとね、やっぱり駆動系なんですけどね、ミッションだとかデフだとかそういうところがやっぱりまだレースの経験がないもんですから、出るとすればそういうところにちょっと心配があるんですけど、それさえなければが、まあオールトゥーフィニッシュはほぼ硬いといった感じですね。まあいけると思います。さて、24周目になりました。まだまだこの107周のレースの中では序盤戦なんですけれども、トップは12番のカルソニックスカイライン星野和義選手がドライブしております。その前に見えますのがカーナンバー3番のフォードシェラ、寺田洋次郎選手が現在ドライブしております。さあヘアピンの立ち上がりです。ここで、3番シェラをパスいたします。かなりこの立ち上がりの伸びがいいですね、スカイラインは。そうですね、やはりね、アクセルがね、早く踏めてますね、全開になってますね。そうですか、もう難なくこの3番のシェラをパスいたしました、12番のカルソニックスカイライン。そして2番手はこの1番の現在、蓮見選手がドライブしております、リーボックスカイラインです。さあ、3番手争いなんですけれども、これがかなり前線模様が面白いですね。そうですね、カンナマ8番のフォードシェラ三崎選手がドライブしております。まあ、このあたり周回遅れの車も挟んでますけれども、そうですね、3クラスの向こうにねちょっと大変なんですよね。そうですね、結構ね3クラスの、ね、コーナーはね早いんですよ。だからなかなかねストレートへ来るまでちょっと我慢してうまく抜いていかないと、失敗が多いんですよね。そうですね、まあ、この西日本サーキットのコース、特にこういう非常にコーナーの入り組んだコースでは、やはりああいう小さい車の方が
そうですよ、コーナー自体は、早く走れますよね。そうですか、先頭はカーナンバー12番のパナソニックスカイライン、前日でドライバーは星野和義選手です。かなりしかし速いペースですけれども、いかがでしょうか、走るのをご覧になって。秀さん、そうですね、ペース的にはね、はい、まあ、スカイラインを持ってる、そのポテンシャルをね、いかんなく発揮してるんですけど、そんなに良くはないと思うんですよね。そうですか、だけど、まあ、こういうふうにね、ずっと同じとこを何回回ってるとね、どうしてもタイヤの数とかね、路面状況が変わってきて、いろいろな状態が起きてるからね、どうしても、まあ、タイム的にはあまりこう練習中みたいなね、タイムは出てないんですけど、だけど速いですね。そうですね、さあ、ディビジョン3の方ちょっとご覧いただくんですけれども、カーナンバー100番が中子選手、そして岡田選手の組、現在中子選手がドライブしております。で、今回は、それもすごいですね。そうですね、今回からニューエンジン、VTEC エンジンという可変バルブのついた進化もですね、しかしこの素晴らしいメーカーがどんどん次から次へこう生まれてきてますよね。そうですね、やはりホンダ自体もね、F1 やってる手前、いいものをどんどん出してくるということじゃないですか。そうですね、はい、さあ、カーナンバー14番が村松英樹選手と中谷明人選手のマシン、現在村松選手です。はい、そうですね、はい、ちょっと油断するだけでもうすぐ順位がゴロッと変わると。あと、これ、ここで、ちょっとクラッシュですね。35番のラッツェンバーガーがドライブしています。 M3 と8番3番手の三崎選手のシェラ、1コーナーの出口付近ですか、真ん中ぐらいですかね。そうですね、まあ、しかしこれは大したダメージはないようですね。そのままコースにまた復帰します。これでまた3番手がまた入れ替わったようなんですけどもね。そうですね、これはちょっと痛かったですね。そうですね、まあ、幸いなことにあまり大きなダメージもなくまた復帰できましたけれども、まあ、しかし耐久レースですからね、車を大事に走るっていうのも一つのポイントになるんじゃないでしょうか。そうですね、やはりね、遅い車の追い越しなんですよね、これをうまく追い越さないとこういうふうなね、はい、事故になるんですよね。そうですか、先ほどのちょうどあの奥のね、スロンカーブのところだったと思うんですよね。そうですね、はい、はい、さあ、トップご覧いただいております。カーナンバー12番の星野選手がドライブしておりますが、そして2番手が1番のリボックスハイラインです。依然としてこの2台が非常に快調な走りを見せております。そうですね、やはり蓮見の走りもね、今のようにこう、スキッというのを指すね、このタイミングがすごくうまいですよね、だから練習にほとんど当たるってことはないんですよね、13番のシェラ、マルティーニクロスノフ組なんですけれども、現在マルティーニ選手、そして2番の土屋和田組のシェラ、やはりこれはセルツノンの激しいバトルですね。すごいですね、はい、だけどね、ここではね、アウト行ってもなかなか抜けないんですよ、はい、やはりね、こうすり鉢みたいな格好になりましてね、アウト行けば、早くアウト行けばアンダーが強いしね、早くインに行けば今度出口が早くなるというような格好ですからね、なかなか勝負をかけるのに難しいところですね。そうですね、土屋選手としてはその、まあ、その抜くタイミングを狙って、この威圧するかのように、ね、しっかりとこの後ろにつけてますが、さあ、これで、それだと追い出されましたね。うまくガードしてますね。そうですね。はい。カーナンバー13番、黄色いシェラが、マルティーニ選手がドライブしております。はい、これは、ここで、すり鉢の手前でちょっとコースアウトした車が見えました。何か白煙が上がったんで、はい、エンジンが壊れたかなんかだと思うんですけどね。そうですね、さあ、このあたり4番手争いです。22番の清水和夫選手のシェラですね、もうドライバー降りました。さあ、これ12番に黒旗ですね、ブラッキーが出ましたね、はい、12番トップの星野にブラッキーですね、はい、これどうしたことでしょうか。これは何かあったと思うんですね、はい、多分イエローかなんかの追い越しですね。はい、ペナルティー10秒のピットストップです。ここで、10秒間のピットスタートの後に、じゃここでもう給油と、そしてドライバー交代、ドライバー交代、はい、タイヤ交換とやったわけですね。で、53周をラップしております。54周目に入ろうかというところです。まあ、しかしかなりのマージンがありましたから、どうなんでしょうね。これ一旦、これはもうほとんど影響ないですね、はいはい、一旦1番の長谷部選手のスカイライン GTR に先行かれますけれど、先行されますけれども、はい、まあ、いずれ1番をピットにしますから、はい、まあ、こういうふうにね、タイミングよくっていうかね、ちょうど半分ぐらいのところでね、はい、ブラッキーが出て、ドライバー交代ということでね、こ
星野の方も助かってると思いますね。そうですか、はい、さあこの辺りの人たちも非常に、まあ、スピーディーでありますけど非常に冷静ですね。これでね慌てるとミスが起きるんですね、はい、ああそうですか。これでもタイヤの締め忘れだと、はい、ちょっとしたミスが起きると最後の走りになる、はい、一番大事。それにしましては非常にスピーディーにそして正確なこのピット作業です。これドライバーが焦ってちょっとプラグかぶらしたみたいですね、すぐこれは立ち直ると思いますけどね、はいはい、さあカーナンバー12番の鈴木敏夫選手にドライバーチェンジしました。パルソニックスカイラインがコースに復帰します。そしてこれは先頭のカーナンバー1番 e ボックスカイライン、まだ長谷選手がドライブしております。まあ、いずれ、もう間もなくですねピットインは。そうですね、大体60周前後ぐらいだと思いますけどね、はい、107周という長いレースなんですけれども、このピットインのというのは必ずまああるわけで、このピットインしてからの作業あるいは正確さ、これが大きな要素になってますね。やはりね、せっかくドライバー一生懸命頑張ってね、コンマ1秒とかね、はい、1秒を詰めてきても、このピットストップですぐですからね、10秒20秒損するのは、からこのメカニックはいかにこういうタイプレースが変わるかと、はい、いうことですね。よとどしの焦りすぎてますね、フロントタイヤを滑らせながら出てきました。さあカーナンバー1番の長谷見選手ピットインです。62周目になりました。長谷見選手これでドライバー交代でオロフソン選手に変わりますね。最初にガソリン給油して、はい、それからタイヤ交換ですね。もうタイヤ交換するのが待ち構えてますね。これはあの安全のために給油終わってからじゃないとタイヤ交換できないんですね。給油中はですねドライバー交代と窓拭きしかできないんですよね。あ、そうですか、はい。まあ、一昨年のこの大会、この西のラウンドで火災がありましたね、はい、その辺を見てね、はい、やはりこういうふうに、きちっと安全にやろうということでね、レースを、はい、うまくやってますね、はい。こちらも冷静にタイヤ交換、給油ドライバー交代、長谷選手がオロフソン選手に何か一言二言と声をかけたようなんですが、やはりね今の路面状況だとね、そういうとこを確実に伝えるし、車のちょっと調子がいいから知って伝えるっていうことですね。なるほど。さあそのカーナンバー1番の長谷選手、失礼しました、オロフソン選手に変わりましたけれども、勢いよくコースに復帰いたしました。さあ長谷選手が戻ってまいりましたので、続いてこの長谷選手、向田さんにちょっとピットでレポートしてもらいましょう。調子の方はいかがですか。調子悪いね。いやちょっとミッションがね今ね具合悪いんで音が出てる、持つかどうかわからないです。最後まで、もう相棒のオロフさんには言いましたけどね、もうゆっくり走るって多分持たないんじゃない。これは100番の中子岡田組の締めくりです。ちょっとクラッシュでリアバンパーが損傷したようです。これをガムテープですね。ガムテープスペシャルですよこれ。まあね、レースも終盤かかってますんでね、はい、これでなんとか持たそうと、いうことですね。そうですね、まあ、残りあと10周ぐらいになったわけなんですけれども、本当にこれは完走への執念、勝利への執念ですね。そうですね、やはりチェックは舞台、はい、これだけですね、はい。さあトップはカナンバー12番の鈴木敏夫選手がドライブしておりますパルソニックスカイラインです。そうですね、このまま行ければいい。まだ全く問題はないでしょう。ないです。ペースは全然落ちない。ペースは全然落ちないですね。でも、もっと速く走る、もっと速く走れるんだけどね、あの2人とも合わせて車大事にやってますから大丈夫です。あとデビューウィンまで少し、はい、はい、あと10周ぐらい頑張ってください。さて、着そうなこのパルソニックスカイライン、まあ、かなりですからもう非常に高いポテンシャルを持っているマシンであるということですよね。そうですね、あれね初レースというのはねかなり気を使ってね、ドライブしてますね、はい、ですからまだまだこれ見た目にはかなり速く走っているようにかなり、ハイスピードで走っているように見えますけれども、まあはい、スカイライン GTR のポテンシャルとしてはそんなにまだ速くないんだと、こんなもんじゃないと思いますね。さて、
前のマシンがカナバ1番のオロフソン選手のスカイライン GTR ですけど、これはワンラップですね。そうなんかね、はい、ストレート伸びてないから、そうですね、どっか調子悪いんだと思いますよ。ちょっと長谷選手のね話、ちょっと不安要素があったんですけれども、プロテかなんかこうおかしくなってるのかもわかんないですね、はい、若干が、はい、心配だと思いますね。若干スローダウンしたような気配ですね。先頭がこの12番のカルソニックスカイラインですけれども、この2位以下を1周以上引き離しているということで、もうこれで楽勝っていう感じですね。はい、あともう大事に走るということですね、はい、さあこれが3番手なんですが、カナンバー13番のシェラー、現在クロスノフ選手のドライブです。まあシェラーと言いますと、これまではこれがとにかく一番速かったんですよ、ツーリンカーで一番速いマシンだったということなんですけれどもスカイライン GTR の前にはカナンバーという感じがしますね。さあ3クラス、ディビジョン3の争いなんですが、14番のシビック中谷選手が現在この3クラスではトップです。そうですね、あのコーナーの伸びといいましょうかね、カーダルの部分がやはり違うなっていう感じですね。そうですね、さあもう本当に終盤です。これで最終ラップに入るんですかね。はい、まもなくですね、これをクリアすると、そうですね、これで最終ラップですね、はい、お客さんも立ち上がってすごいですね、やはりチェッカー見ようっていうところで、はい、まあ、本当に見てて安心できるスカイラインですね。そうですね、もうこの12番のスカイラインには不安はないでしょうか。いや、まだありますよ。そうですか、やはりね、チェッカー受けるまではね、もうレースは何が起きるか分かんないですからね、まあ、一見しまして安定して走っているように見えても、やはりドライバー、あるいはきっとスタッフの気持ちの中っていうのは最後まで気を抜けない。そうですね、 あともう一周ありますね。そうですね、これでストレートに帰ってまいりまして、またもう一周、はい、最終ラップに入るわけです、はい、ですね、カナンバー12番のカルソニックスカイラインドライバー鈴木敏夫選手です。これがね、毎日ね、車よりも、この時がね、一番事故起きやすいんですよね。そうですか、まあ相手はね、ベテランですからね、その辺はうまくコントロールしてくれると思うんですけど、ね、そうですね、ここで仕掛けるのかな、あ、これちょっと強引すぎるかな、はい、最終コーナーで12番のカルソニックスカイライン、43番のオシェラをパスいたしました。さあ残り1周です。これでですよ、はい、今かなりペース落ちたんじゃないですか。落ちました、ピットサインが出たんじゃないですか、大事にいけっていう。そうですね、まあ、1周以上のマージンがあるわけですから。おっと、これ2番手のスカイラインに煙が出てますね。これはオロフソン選手のリボスカイラインですが、これは何かミッションかなんかですね、はい、もう最後までですね、このままなんとか持ってほしいですね。持つのかなっていう感じしますけどね、はい、まあ、ミッションであればね、なんとか持つと思うんですけど、はい、もうとにかくチェッカーを受けさえすればいいわけですから。そうですね、はい、チェッカーを受けないとね、これ何もならないですからね、そうですね、ここで走ってきてこのまま止まってしまいますと、もう今までの本当に水の泡になっちゃうわけですから、とにかくチェッカーを受けてほしい。はい、そうですね、先頭がカーナンバー12番、これで先ほどラップいたしましたシェラをまた先に行かせましたね。そうですね、先行しました。後ろのシリックがゆっくりついていくような感じですからね。そうですね、最後の一周かなり大事でしたね、はい、さあヘアピンをクリアいたしまして最後のコーナーへと向かいます。先頭が12番のカルソニックスカイラインです。ドライバーは鈴木敏夫。最終コーナーを立ち上がります。待っているのはチェッカーフラッグ。最終コーナーを立ち上がりました。チェッカーが振られます。パナマ12番のカルソニックスカイライン優勝。星野選手の喜びの表情、やはりここではやはりこの GTR で勝った、これは嬉しいですね。そうですね、さあ、おっと、これ、2番手のカナンバ1番のオロフソン選手のスリーボックスカイライン、煙を吐きながらヘアピンを立ち上がります。痛々しいですね。そうですね、チェッカーを受ければ2番手2着ということになります。最終コーナーを立ち上がります。カーナンバー1番、これで大丈夫、はい、はい、
チェッカーを受けました。カーナンバー12番のリーボックスカイライン。これでスカイライン GTR のワンツーフィニッシュを達成いたしました。おっと、このカーナンバー1番のスカイライン、ここでストップです、はい、これもしょうがないですね、もうチェッカーさえ受ければいいということですね、はい、カーナンバー12番優勝いたしましたカルソニックスカイラインのウィニングランをご覧いただいております。しかし GTR の圧倒的な強さを見せつけられたという感じがしますね。すごいですね。スカイライン GTR のワンツーフィニッシュが果たされました。発揮して、あの低中速でもね、すごいポテンシャルがあるんでね、そういう意味ではラップ遅れがあってもね、あのアクセルワークで、あの4区の素晴らしさをね、あの味わいましたよね。かつてツーリングカーレースの王者として君臨した GTR の復活ということで、もうみんなの注目を集めてたんですけれども、本当にその強さを見せつけたという感じでした。そうですね、2は重かったんですけどね、スカイラインは速いっていうのが当たり前っていうような感じですからね。そういう意味では、まあ僕もね、免許証取ってスカイラインに憧れてね、早いっていう、もうカタログ見る前にスカイライン買うわけでしょ。だから今そのこれから免許証取る人もね、スカイラインということがね、早いっていうことね、イメージを植え付けてね、まあそれが任務が果たせたんでね、ほっとしてます。そして鈴木選手、もう星野さんとのコンビネーションは抜群で素晴らしい走りでした。はい、ありがとうございます。もう星野さんが貯金たくさん作ってくれましたんで、本当に気楽に走れました。さて、たくさんのファンのためにこれからの抱負をお願いします。そうですね、どっちからかというとね、どじる方だからね、まあ、その分マシンスカイラインのね、素晴らしさに、世界のスカイラインですよね、世界の日産かな。そして鈴木選手、もう今年はこの調子で全部いただきたいですね、本当に。どうもおめでとうございました。星野一選手と鈴木敏夫選手でした。